プラチナアロワだっていうのは本当突然変異の個体なの。プラチナアロワは本当にもうめちゃめちゃ貴重なので、プラチナアロワっていうのは三島屋、今年もクリスマスもお一人でお過ごしになるお宅の皆様、こんにちは、田口エンターテインメントと申します。いやー、今日はですね、もうクリスマス前、忌々しすぎるクリスマス前ということで、もう今日はね、もうお宅でもねクリスマスを楽しもうじゃないかということで、今日は秋葉原でも一人で楽しめる、お宅一人でも楽しめる秋葉原デートスポットを、私ちょっと一人ですけどね、今日も男一人ですけども、ご紹介しようかなっていうふうに思っております。うん、いやー、これどういう、今日すみません、もしかしたらタグエンさんですか。タグエンさん、はい、あ、知ってるんですか。あ、いつも見てます。いつも見てます。はい、え、そう、え、やばい。ありがとうございます。今日は ゆうは何しにここ秋葉原に。まあ友達と予定あったんですけど、まあ来れなくなっちゃって、ちょっと秋葉原で回りするのかなって思ってたんですけど。一人で来たの。じゃあ、はい、じゃあちょうどよかった、僕も一人なんです今日。奇遇にも一緒に回ります、今日秋葉原、秋葉原買い物。本当ですか。秋葉原のデートスポットを今日は僕がご紹介するんで。あ、どうですか。まあ大丈夫。いいですか。じゃあ行きますか早速。こんな偶然あるんですね。いやー、どうぞこちら、どうぞ。あ、はい、いやー、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いやー、楽しみですね本当に。いやー、まずアトレの街角魔族知ってます。街角魔族。あ、知ってます。あの、なんていうの、あの、あれ、これで買ったと思うなよみたいな。うんうん。あ、知らない、あんまり。街角、お名前はなんて言うんですか。あ、ルキと申します。ルキさん。はい、ルキさんは、あ、田口と申します。はい、よろしくお願いします。ルキさんはあれ、外国の方ですもんね。あ、はいはいはい、 100% スペイン人です。 100% スペイン人。スペイン人。スペインなんだ。あ、はい、僕スペイン大好き、あのバルセロナ大好き。そうなん、スペイン語を僕喋れますよ少し。え、本当？習ってたんで。何のことは。あ、挨拶、ボンジュールとか。ボンジュールが英語じゃない。ボーノボーノーって。ボーノも。ボーノボーノブレンドしたい。ボーノ、ボーノ知らないこれ。え、知らない。ボーノボーノ知らないですか。知らない。あの、木戸あかりちゃんがブレンド S 出た時のオープニング主題歌、あの黒歴史、木戸あかりちゃんが。違うんだ、スペイン語じゃないのこれ。スペイン語じゃない。何語これ。これはイタリア語。あ、イタリア語なんだ。はい、あ、そっか。はい、ルキちゃんはなんかすごいアニメ詳しそうだけど、うん、何のアニメが好きなの。いっぱい好き。具体的にタイトル何が好き。アズマンガ大王とか。アズマンガ大王好きなの。はい、大好きです。すごい、あの JC スタッフさんの2003年のね。はい、何、あと他には。マナも持ってます。え、本当、全部持ってます。はい、あと他に好きなのは。タマコンマーケットとか。タマコンマーケット、あー、すごい。山田直監督のね、今日兄さんの。あ、いいじゃん。他には。教会の彼方。教会の彼方、あー、いいじゃん。ね、はいはいはい、石田さんの、はい、今日兄のね、いいじゃん。そうそうそう。他には空の音とか。あ、そう、空の音でしょ。一つ目のデートスポットはですね、やっぱり秋葉原といえばアニメート、アニメートに、来ました。で、今日はあの、なんだろう、お互いがね、こうやって今、はい、アニメの話して、もう本当お友達です、ね、親友ぐらいの仲になったんで、何が好きかっていうのがね、大体分かったと思うんで、はいはい、好きなものを買ってプレゼントしようと。クリスマスプレゼントです、早めの。はい、オッケー。オッケー。じゃあ、アニメートで2人で今から買い物しましょう。はい、制限時間10分で。はい、はい、行きましょう。じゃあ行きますよ。はい、早く行くよ。はい、よし。いや、何買おうかな、何買おうかな。アニメートね、久々に来るから、何買おう。何がいいのかな。いやー、ルッキーまだかな、遅いな。あ、おかえり。遅いじゃん。遅い遅い。めっちゃ難しい。難しい。別の人にプレゼントするがめっちゃ難しい。苦手。私が好きなものしか見えない。あ、そうか、まあ、とりあえずお釣り返して。あ、はい、じゃあルッキーと、
と、プレゼント交換ということで、はい、クリスマスの、はい、プレゼントです、はい、こちら、はい、もうルッキーがフェイト好きだということで、はい、もう本当に真剣に選びました。 ありがとうございます、はい、本当に、はい、じゃあルッキーはどうぞ、はい、秘密でも僕のためにちゃんと選んでくれたんだもんね、はい、僕が好きに。じゃあ頑張りました。じゃあ僕から先開けていいですか。はい、どうぞ。いや本当クリスマスプレゼントもらうなんてお母さん以来の、小学生のお母さん以来。ちょっと待って、はっ、開けていい。はい、どうぞ。すごいカップだ。ぜひホットチョコレートとか飲んでください。めちゃくちゃ嬉しい。街角魔族のマグカップだ、うん、ありがとう、うん、いや普通に嬉しい、うん、マジで嬉しい、ありがとう、すごい、うんうん、よかった。じゃあルッキーも開けてください、はい、これアニメートのじゃないよね。アニメートの、 あの袋が違うやつバージョン。違う、うん、袋が違うんですよ。何どうしたの？どうしたの？何これ？何？何どうかしたの？何も。いやもうね、日本のやっぱりこれ文化です。秋葉原来たらこれ絶対やらなきゃ面白くない。うん、ね、そうだね。これガチャポン館。ガチャポン。ガチャポン会館ですよこれ。ここはもう秋葉原来たらもう誰もが来るっていう、うんうんうん、で今日はルッキーが欲しいガチャポンを当てます。本当？好きな一番好きなアニメキャラクター何？いっぱいある、わかんない。リゼロのエミリア、エミリア今日来てる。エミリアのものあるのかな。よし、じゃあレムちゃんが絶対あるけど。レムちゃんって誰？レムちゃんって誰？レム、うん、レムレムって誰？レム？何のキャラ？レム？レム？レムって何のキャラ？レム？レムって何のキャラ？レムって何のレム？はい、じゃあ当てますよ。はい、そのラムだ、ラム、レム？レム？レム？あ、レム、レム。レムが欲しくない。あ、レム欲しくないよね。あ、じゃあエミリアで。エミリア当てます。はい、じゃあここら辺からこれインパクト、インパクトが、インパクトセットいいよ。インパクトセット、これボッシュの。これはどれが好き？コードレディジグゾーとかコードレスディスカーグラインダーとか、どっちがどれがいい？インパクトがいいか、やっぱコードレスドライバードリルがいいか。インパクト、じゃあコードレス読めない。でもこれはこっちはこっちも DIY のホームセンターの三脚とか、あのこれいらない？メジャーとかこれ好きじゃない？階段これいらないの？じゃあ これがアラジンの、アラジンの石油ストーブアラジンの石油ストーブセット、どれ？これホワイト、グリーン、ブラック。アラジンの石油ストーブセット、どう？何色が好き？エミリア白だよ、ホワイトだよ、ね、エミリアは、うん、白が好きよ。し、ね、でも他なんだろう、他なんかあるかな。あ、古代魚セット、古代魚浮くぞ、古代魚。これ何？アロワナ、え、魚、アジアアロワナ、魚、あの古代魚だよ、アジアアロワナって。あのアマゾンで生息しているのが、あの普通のシルバーアロワナって言って、長いヒレがビラビラって柔らかいのがシルバーアロワナの。それアマゾンに生息してない、うん、でアジアアロワナはあの化石流とかいろいろいて、この個体っていうのはあのアマゾン系のアロワナはフラフラなんだけど、これは固めなの、まっすぐしてるの。だから飼育するときにシルバーアロワナは120センチ水槽で大丈夫で、奥行き90で大丈夫なんだけど、アジアアロワナの場合は体が曲がりにくいから、あの体が曲がっちゃう病気になるのよ。だからアジアアロワナの場合は180センチ水槽で、奥行き90はやっぱ欲しいっていうのが、やっぱりあのアジアアロワナの買い方、うん、詳しいね。で、そうで、アジアアロワナの方が基本的に高価だから、アジアアロワナはすごくレアリティって高い。じゃあ 何する？アラジンかアジアアロワナかDIY かインパクト。エミリア OK。 じゃあインパクトだな。インパクトセットだ、やっぱ一番、やっぱ日本といえばインパクトだから、インパクト当てるね。じゃあ どれ当てるかな。コードレスディスカーグラインダーがいいかな。やっぱこれだよね。やっぱこれを買うために海を、エミリアじゃなかったらパックでいいよ。パックね、 OKOK。 このコードレスパックのやつが一番いいでしょ。だからこれをね、買うために来たんだもんね、日本に。よし、インパクト当てる。よし、さあ、よし、インパクト、ボッチ、かっ
こいい、これかっこいいよよし、絶対当てるね。インパクトだもんね、欲しいの。インパクト、あー一番しょぼいの出ちゃった。これ何？ラム？コードレスマルチツールだよ。コードレスマルチツール、これ一番いらねえやつよ。コードレスマルチツールがアジアアロマな、絶対引く。じゃあ何がいい？プラチナ、ちなみに言うと白。これ見て、全部見てね。これね、すごい黒、これすごいラインナップなの。なんでかわかる？プラチナのアロマナスーパーレッド、アロマナ化石金流、はい、でアリゲーターがピラクル。これ何か、何か矛盾感じない？ここでこのアロマナ矛盾感じない？ここ何か矛盾感、矛盾わかんない。これ日本語なんでかっていうと、アジアアロマナはアジアなの。でもこのピラルクっていうのはアマゾン最大種の淡水魚、ね、これアマゾン最大種の淡水魚なの。要するにアジアではないわけ、はい、でアリゲーターガーっていうのも南米、はい、北米とか基本的にはそちら側にいる種族なのね、はい、でアリゲーターガーっていうのはもうほんとワニみたいな口を持ってて、もう大きいものだと2メートル超えちゃうような。でしかもこれね、めちゃくちゃすごいのは、はい、これアジアアロワナ見て、スーパーレッドと化石金流いるでしょ。白でいいよ、ね、そうそう、よくわかったね。プラチナアロワナっていうのは本当突然変異の個体なの。プラチナアロワナは本当にもうめちゃめちゃ貴重なの。でプラチナアロワナっていうのは、ちなみにプラチナグリーンアロワナとかプラチナシルバーアロワナもいるのよ。でもその中でも一番価値があるのがプラチナアロワナのこのアジアタイプなのよ。だからこのプラチナアロワナは本当にいい、今一番これ熱いの。でこのプラチナアロワナが一番の当たり、価格にしてほら4000万円本物はって、これここ書いてんの優しく。じゃあプラチナアロワナ行くよ。プラチナアロワナだね、絶対プラチナアロワナ持って帰ろうね、スペインにね。プラチナアロワナは絶対行くぞ今日は。よし、プラチナアロワナだ。さあ化石金流だった。え、化石金流だった。アロワナ化石金、白じゃないからいらない、ごめん。いらない、エミリア欲しい。プラチナアロワナが欲しいの、どうしても。エミリア、え、あ、エミリアと、エミリアにようやく見えてきたな、プラチナアロワナが、はい、ようやく見えてきたこれにエミリアが見えてきたの。分かった分かった、エミリア絶対引く。ちょっと持ってて、ちょっと持ってて、はい、よし。これ多分スバルだから、そうそう、いらない、これいらないね、スーパーレッドだからいらないね。オッケー、ちょっと待って、プラチナアロワナ1回あと引けるちょうど300円あったから今。エミリアだね、失礼しました、はい、エミリア、エミリア、ね、エミリア絶対引くぞ。エミリアマジ天使、エミリ AEMT、 EMT ってね、 EMT っつって、 EMT、 いくよ、 EMT、 はい、 EMT、 これ EMT、 EMT、 こう EMT、 これじゃない、 EMT、 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 何が出た、さあ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 、マジでプラチナアロマ出た、やばい、マジでプラチナアロマ出た。パック、パックだと思ってんだ。いいじゃん。ダメだ。